今すごい音鳴ったね。ドタン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 つって、ダーンって。多分お風呂場だと思う。さっきお風呂場にね、うん、貼ったの。何色？うん。見に行くか。行こうか。もうなんかあれだね、見たくない音したね。うん。わかる。もうすごいこういうのよくあるあるだからさ、こういうのあった時ってすっごい悲しいしさ、なんかこう行きたくもなくなるんだよね。見たくない。見たくない。現実拒否。あ、見たくない。あ、でも1個だ。おお1個だ。1個耐えた。ああ、これだね。これこいつだ。あ、これが落ちたんだね。ここにつけてたやつがガチャンと落ちてこうなったのか。そうだ、これですね。うわ、うんってハゲてた跡あるわ。でもこいつ生き残ったのすごくない？いや、すごい。あの段差でも、あの、これがさらに落ちてきたと考えたら、うん、強くね。最強じゃん。もう一回やろうかな。ちょっと重量減らしてみたら。あ、確かにね。うん、何回か絶望味わったら慣れてくると思う。ね、絶望慣れてあるから、うん、いや、本当はね、これね、ドリルで穴開けてのタイプなのよ。それはさすがにできんと。硬いもんね、この壁。しかも穴開けちゃダメだしね。そうなんだよ。もうお願いするしかない。まあでも位置はあるよ、手前の方に。てかさ、なんかおしゃれ部ってさ、うん、なんかシーシュガースクラブとか買ったけどさ、うん、買い物使い方わからんこれ。体洗う系なんだけどさ。あ、そうなんだ。マジでわからん、うん、奥の方に怖いよみたいな感じで置いとけばいけないかな。突っ張り棒になんか、ちなみにこれ多分みんなだと思ってたかもしれないけど、これはこうお肌こう、するやつですからね。でも何も使えるんでしょ。なんかいけそうなんだけどね。でも本当に徐々に落ちちゃうんだよね、最後って、うん、一番いいのはさ、その縦の突っ張り棒だよね、こういうとこって。そうだね、うん、でもさ、これするとやっぱ綺麗なんだよ。うん、見た目は、見栄えすごい。ここら辺が汚くなるの好きじゃないんだよね。うん、見栄えはいい。そう、見栄えもめっちゃいいし、うん、これが最高なんだよ。これでダメだった場合は何か考えないとっていう。うん、ダイソーで売ってたやつ結構良かったよ。まあ同じような貼るタイプの。貼るタイプね。うん。あとは願うばかりです。しかないもんね。なんかやっぱさ、韓国初めての浴室だからさ、やっぱ理想が高いのよ。こうやって綺麗にしてとか、うん、こんなもんわざわざ買って、うん、こんなもんしてるわけですよ私は。こんなんさ、よくわからん。これタッチしたら温度が出るやつとか。かっこいい。こういうのいろいろしてるわけ。こんなアヒルちゃんも買って。あ、ゆりちゃんもこれ買って。温度がわかんない。これかわいいね、これ。これかわいい。これ浮かしとけば温度がわかる。あ、今何度ぐらいなんだってのがわかるからね。そういうのがあるわけですよ。浴室洗剤欲しいんだよね。まあね。浴室洗剤、多分浴室に入る文化がないからさ、こっちって。あんまいないね。絶対日本で買った方がいいよね。そう。マジックリンとかね。そう。でも iPad いつでも見れる。長風呂できるように iPad 入れるさ。これも買ってんだよ。だこのタイプでね。んこういうやつで。ああ、そうね、こういうのだったらいいんだけど、そのタイプじゃなかったから。次皆さんが見た時変わってたら仕事です。ついでに紹介しよう。知ってる？何？ああ、あれ？何でしょう？レラッシュ。ラッシュ、ラッシュが出た。え、何？これ歯磨き粉。あ、これ歯磨き粉の？そう、噛んでみたいな。へえ。めちゃくちゃまずい。全然使ってない。それ紹介するなって。何をしか使ってない。うん、気になってね、買っちゃった。うん、確かにね、面白そうだよね。そう。エンタメ性は強いかも。そう。で、せっかくなんで、私の化粧水、ブリングリンのね、ハイドロシングトナー。これトナーをバーって塗って、その後、もう僕の大好き、バイオヒール5さん、うんうん、こちらを使っております。これ5プッシュぐらいして、で、最後、これね、リフティングクリーム、バイオヒール5の。これをクリーム塗ってっていうのが大体の基本で、あとはミキポンからもらった SK-2 使っております。高いですからね、これも。
このあたりも、ね、使ってみたいな、ちゃんとゆっくりしたいなって時はこっち SK2 使って、もうパッパパパってやつはもうここにペンって出してる。でこれは島っていう美容室があるんだけど、東京にあるよね、のトリートメントミルク、これをあの風呂上がりに洗い流さないトリートメント、そのこれ使うと髪だいぶサラサラになりますから、これ島行ったらもらいました。あと最近かかりにニキビができるんで、ニキビパッキー、おお、ニキビパッキー、ニキビパッキーね、これ買いましたって感じですかね。ヒゲ剃りはもちろんジレット、高校から結局これジレット、いろんなの使って、そう、しかもバイブあり、バイブありとなし全然違うから、マジで。あ、そうなんだ。全然違う、バイブあった方がいいよ。めっちゃカミソリ負けするからさ。あ、そう、これカミソリ負けなかなかしない、しない、これいいよ、マジで。韓国売ってる？売ってる、売ってる、韓国持ってるし、日本でも売ってるし、最強。じゃあなんかマーキリー説得力あるの？おひげだからそうそう、この動画どこで使う？わかんない。とりあえずなんか、とりあえずなんかガタガタってなったから、感情が動きそうだったから。あ、そうだね、うん、取っといた。うまかっちゃん、これ九州の味ですから。うまかっちゃん、うまいよね。うまかっちゃん、何入ってんだろうって感じで、なんか癖になる味だよね。そう、これこそ飾った方がいいかな。うん、それかっこいいけどね、一番バーンって。でもそう、飾りづらいよね、でかすぎて狭く見えちゃう、ここはね、ここの間が、この隙間が。だったらこれもこんなんだよね。すごくない？これやってもさ、上との距離感やばいよ。やば。こっちよりはこっちの方が合うと思うけどね。なんか そこなんか壁が狭いからさ、空間がないじゃん、あんまり。あのそっちの壁？あ、こういう感じ。こっちの壁の方が合ってるけどね。あ、うん、確かに。重さ感やばくない？これ。うん、これは迫力やばい。この高さに置いたら。これはシルクスクリーンだから、これね、限定500個中の153だね。これシリアル何倍でな。やば。何のやつ？これは BTS の、うん、RM、をかたどってるジェームズ・ジーンっていう人の作品。うん、へぇ。その人のサインも入ってるの、これ。あ、そうなんだ。そう。それか、こっちはな。そっち？しんどいって。まあでもそれ飾ったらすごい、めっちゃいいよね、うん、迫力あると思う。タイミング合えばですね、タイミング合えば。それこそあれみたいにバーンってなったら怖いもんね。見たくない。ちゃんと安定したやつでやんないとってやつだよね。うん、こんにちはです。こんにちは。何の絵？わかんない。撮れ高探してる。で急に回したもんだから。撮れ高探しちゃう癖あるよね、ポンジュちゃん。毛がすごいよね。あ、すごいね。毛がすごいよね。さすがですね。そう、コロコロするよね。止めるか？一回。止めようか。この汗が物語ってる。ちょうど春日さん言い出したからさ、うん、見に来たらこれよ。うわっ、あ、今ダッシュでね、止めたのよ。ダッシュで止めたよ。ナイスすぎる。だってもうほら、アイコス2個持っちゃってるから。ちょっと諦めてもいいかもね。それ一旦諦めるか。諦めて一番下に置くとかね、もはや。結構な重量あるわ、こうやって持ってみたら、うん、お前すごいな。すごいね。お前もなんかいつでも落ちれますよみたいな顔してるけど。失敗を繰り返して学びますから、皆さん失敗を恐れちゃダメですよ。失敗を恐れる人間になっちゃダメ、大人になっちゃダメ。失敗を恐れないやつが世の中勝ち上がりますから。自己啓発だ。自己啓発。この自己啓発の書籍、今なら教則本30万円をもう販売しますから。でもこれを読んで、しかも今回だけ特典で仕事もあげちゃいます。仕事です。これをしっかりやれば30万円もすぐ元取れますからね。え、それをやったら30万円もらえる？あ、30万円もっと取れるんで、もらえるんですか？だからもうお得なんですよ、今これ30万で買えるんですよ。だから本当だって100万しますから、そこをなんと 70% オフ、30万でいいですよ。その30万で人生が変わるんですか？30万で人生変わるし、うん、その30万でなんと100万以上見込めると。うちの生徒さん、なんと50人中50人が100万円以上、もう3ヶ月で稼いでますから。3ヶ
月100万円で買ってない。3ヶ月で100万ですから。ええー。その仕事考えて。あなたの仕事何やってる？今ですか？そうです。いろいろもろもろ頑張ってってしても、手取り20がそこそこじゃないですか。2倍近くになると。1.56 倍。なりますよ。今だけ。明日になったらもうこれ100万に戻ってますから。今日だけ。今日だけ30万。どう？買います。お金ありがとうございます。情報商材になりますね。情報商材になりますね、うん、さっきのやつがこんなにこんなに綺麗な芸術作品になりますから。あ、綺麗。水晶みたいな。綺麗。これいくらで売れると思います？わかんない。3万これ3万で売れますから。ちょっと癖になるねこれ、うん、癖になる。なんか触りたくなってます。ずっと触りたくなってます。この時間の間に俺も触らせてって言おうとしてるぐらい触りたくなってます。そうだよね、うん、そうだよ、うん、みんなも欲しい。3万3万だよ。やっぱ、お、気持ちよさそうだな、うん、思わせてほう、勝ちですから。どこにでも場所に困らないですからね、うん、この保存方法どうしよう、どうしよう、これでいいですか、うん、保存方法どうしよう、どうしよう、あれでいいですか。アメリカの中学生みたいなこと、確かに。ガム天井に塗りつけるみたいな。確かに。濡れたティッシュ天井に塗りつけるみたいな答えちゃった。学校の体育館とかでね、あのやばい金具のとこまでやっちゃうやつ。退去と悩むことが1個増えました。退去。これ結構な高さよ。やっちゃった。これはもう無理よ。何やってんだ。なんでユーチューバーって本当になんか急に回されたからなんかネタないかなとか撮れたかないかなっつってなんか声だけしたいんだから。あと後悔するよこれ、カメラ終わった瞬間後悔するんだからね。カメラ止まった後のアフタートークの方が大体面白いんだから。しかもこういう時って本当にもう困ったもんだよ。本当に隠しカメラでもつけとくか本当になあ。監視カメラコンジの方にはつけてるけどさ、俺らの方にもつけとくか。本当になかなか落ちてこんねえ。これ結構永久保存な感じしますけど。永久保存かもしれないわ。落ちた。うん。でも落ちね、落ちは落ちたんじゃないですか。うん、落ちは落ちたけど。はい。落ちたけど。はい。と落ちてきた。ああ。やった。すごい。すごい。やったよ。やったよみんな。5万。今奇跡もんだから5万だこれ。ちょっと5万の価値に見えてきた。5万の価値に見えてきたでしょ今これで。すごいんだから本当にみんな。ねえ、ということでまた次回の奇跡でお会いしましょう。さよなら。本日のゲストは、ハナさん、イェイ！モモリのお姉ちゃんですよ。ハナさんです。イェーイ！すごい、初めて来た。鶏肉を食べに来ました。綺麗。もともってことでちょっとだよ。